今居酒屋にいるんだけど、ツイッターとインスタで今からここに来れるやつ募集って言って、今から待とうと思う。来んのかな本当に。あれ着きましたっていう理由来てるの。本当に来た。誰？新しい方が来ました。じゃあ乾杯。はい、ちょっと待てよ。なんだお前らそのはい、じゃあ今日はっていうか、今日はあの浅草でさ、あの新企画みたいな感じでブチギレ酒ってことで、あの浅草で飲んでる人にね、人生で一番ブチギレた話とか、まあまあ最近キレた話とか聞こうと思ったんだけれども、まあ、詳しくは言えないんですけど、あの一人目のそのまあ卓に座った瞬間にあのいる、まあ、簡単に言うとキレられちゃいましたちょっともうあのもうみんな意気消沈してやめようって話になって一回蹴られそうになったもんねそうだったちょっと俺は気づいてないんだけど、まあ、でまあ向こうの気持ちもわかるけどね。そう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 、詳しく話せないけど、やっぱまあ何にせよ楽しい時間を、うんうん、こんな下っ端のねチンピラみたいなのがさ、うん、急に来てぶち切れた話聞かせてくださいって、うんうん、2、30分ね、うん、そうそうそう、それはなるんだけれども、うん、まあとにかくもう撮れないなってことで今居酒屋にいるんだけど、まあとはいえ一応撮影っていうか配信スケジュールもあるから、うん、今ちょっとツイッターとインスタで、うん、今からこの今岡本っていう居酒屋にいるんだけど、そこに来れるやつ募集って言って、うん、今から待とうと思うわ、うん、で俺は俺でまだいっぱい半というか1/3しか飲んでないんだけど、もう普通に酔っ払っちゃってるまあとりあえず待とうかな。ああそうします、うん。あーでもツイッターで一応行きたいっていう声はあるね例えば龍一こだまが申し訳ございません、ちょっと遠くて行けませんっていうつまんないボケしてますか北海道からね。あとパイシューティングパイパンがうわ行きたい行きたい行きたいって言ってるけども、名古屋だもんなこいつな。そう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 、パイシューティング名古屋じゃない、大阪じゃない。大阪だっけ、うん、関西。あとジグ姉さんもギリギリ間に合わないって、うん、ギリギリ来れるんかい逆に8時半まで待つってツイートしてるからね。ああなるほどなるほど、うん、今ちなみに7時半ね。来んのかな本当に。あらでも待って、なんか視聴者からあれ着きましたっていう理由に来てるぞ。ちょ外行ったらいいんじゃないか。うわ本当に本当に来た。誰？ジョケンと申します。顔は顔出していいの？一生懸命大丈夫です大丈夫です。一生懸命本当に来た、行かれてんな本当に。じゃあこっち通って。はい、ありがとうございます。異常犬じゃねえかよ。ありがとうございます。異常犬もう普通に酔っ払ってるぞ俺そうですね。ああ浅草駅から走ってきました。え、異常犬はどこに、どの辺なのよ住んでるの？今あの千葉の市川っていうところで。市川から来たの？え、あのツイート見て、はい、頭おかしいじゃん。ツイッター見たら、うん、浅草って書いてあったから、うん、行くしかねえと思って料理しようと思ったんですけど、料理ぶん投げてこっちに自炊するタイプなんだ異常犬。ちょっといいですよ。確かにイタリア料理店の店長みたいな顔してるもんな異常犬ヒゲの量すごいな異常犬はいくつ？僕36です。2個上じゃん思いっきり人生の先輩じゃん。あ、異常犬じゃあ来たから乾杯しよう。ありがとうございます。はい、はい、はい、じゃあ乾杯。乾杯です。はい、じゃあもう何も決めてないから、ちょっと再生が回るような話してくれよ。いや無理ですよ俺そんなにコメント力ないですない。え、異常犬はあれ何の仕事してんの普段？仕事はネット通販の会社の、うん、まあ一席には執行役員っていう位置なんですけど。おうおうおう、すごいな。すごい。楽天とかアマゾンとかで商品を売ってるような。じゃあ俺がもし今後なんかグッズ通販というか EC やるとか言ったら、はい、あ、知識だけは。知識はある？はい、ええー。大丈夫です。じゃあそれちょっともしそういう機会あったらノーギャラで頼もうよえそしたらそうです、ね、いいよね頑張ります。ノウハウを教えてくれるぐらいは。はい、頑張りますっていう人はそんなに OK じゃない、うん、ちょっとあんまこんなこと気持ち悪い聞き方するんだけど、はい、どう嬉しい俺には。めちゃくちゃ嬉しいです。あーならよかったわちょっと待ってください、緊張してるから全然。え、緊張してるの？全然わからん。めちゃくちゃ緊張してます。誰かもう一人視聴者がいたらもう誰か来んのか。あれそこもどうぞと言ったけど、どういうこと？来たってこと？誰か
ちょっと新しい方が来ました。誰？紹介していいですか？うん、あのジグ姉さん。あー、ジグ姉さん。嘘。初めジグ姉さん、俺未成年だって勝手に思ってたんだけど。32です。32、2個下か。じゃあジグ姉さん、ちょっとこっち。ジグ姉さんって男、男性だったっけ？いや、そうだよ。だってあれアプリでやってるだけなんだから。そうか、そうか、そうか。そうよ。最初はジグ姉さんじゃなかったもんね、名前。ジグソーだったのに、途中であのアプリが流行ったぐらいからジグ姉さんになったんだね。わぁ、嬉しいな。嬉しいだろ。嬉しいな。一応紹介しとくと、はい、異助犬。あぁ、わかる。はい、はじめまして。うん、はじめまして。いいねがすごい早い。あ、そうなの？異常件は。どういうこと？お前がツイートしたら、大体もう5万回ぐらいいいね、グジラの人たちに全部いいですけど。気持ち悪っ。異常だわ。めちゃくちゃ早い。じゃあ乾杯。お疲れ様です。お疲れ。いただきます。でも聞きたかったんだけど、やっぱそうやってネット上で SNS 上でやっぱ視聴者同士のこの交流があるんだ。めちゃめちゃありますね。あるんだ、はい、誰かなんか取り仕切ってるやつみたいなのいんの？いや、いるんだったらそいつ本当にブロックしようと思って。調子女と思って。え、ジグ姉さん言えるんだったらどの辺に住んでんの？埼玉。え、今埼玉から来たの？はい、仕事場が都内なんだ。あ、で来れたんだ。何分ぐらい来れたの、その場所から？50分ぐらい。すごいね。なかなかよ。なんか、本人が言うことじゃないんだけど、ブチギレじゃ好きなの？大好きですね。だってずっといるじゃん、こいつ。いる。ずっといんだよ。2年ぐらい。何人ぐらいの時からいる登録者？でも、2、3万人。2、3万人ぐらいの時からな。異常犬の顔はじゃあ今日初めて見る？今初めて。異常犬もジグ姉さんはじゃあ初めて。初めて。じゃあちょっと2人でなんか盛り上げてよ。盛り上げて、うん、俺もお酒入っちゃってるからさ。休みの日とかない。一応頑張るなよ。試みてみるなよ。休み日ないし。配信見てます。配信リアルタイムで見れなかったの追っかけたりとか。同じです。同じなんだ。じゃあ配信以外普通の完全プライベート、の俺の動画とか関係なく、なんか趣味とかあったりは？リサイクルショップとか見てる。なんかお前変なやつだな。な、掘り出し物を見つける感覚。じゃあお前の中の掘り出し物何なんだよ。好きなミュージシャンの結構古い CD とか。ああ、はい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 。もうあんまりショップに売ってない、 CD ショップに売ってないやつを探して買うんです。はいはいはい、誰なのそれ。ちなみにアーティスト今ジャンヌ・ダルクの。ジャンヌ・ダルク好きな人がなんで俺好きなの？そこあんま共通点はないよな。そうですね。でも金髪ってとこ。いや、無理して無理して繋げなくていいけど。あ、え、じゃあちょっと、あともう一人来たんだよ、紹介していい？紹介していいって。断ったら返すってこと？ちょっともう一人、ちょっと誰？あの、この人です。もう名前あるからもしれない。寿司三昧。寿司三昧じゃん。寿司三昧のファッション独特だな。こんな漢字たくさん書いてある人いる？どうぞ、どうぞ。ちょっとこっちの方がいいかもな。じゃあ俺がこっちに移動するから。ああ、はい、そしてお前こっちに。ああ、ここでウンコルゲリーナと飲んだ。ウンコルゲリーナとコウキコウキと、あとその辺でみんなで飲んで。マジ？めちゃくちゃ奇跡じゃん。あと松風ちゃんとか。松風松風ちゃんってちゃんって言ってるけどおじさんでしょ。おじさん。40前後ので、まるまるがコロナで来れなくなって、うん、そこでビデオ通話しながらみんな飲んで。仲いいな。それ何が楽しいの？いや、なんか暇だから、うん、とりあえずこの界隈で募集かけたら、うん、だいたい異常犬が捕まるんで。はい、あ、異常犬はじゃあもう全然初対面じゃないのね。多分5回目ですね、これ。あ、そう、5回目いや、そうなんだ。で、ジグ姉さんはもう始めたんだ。始めまして。ジグ姉さん、なんでそこの会に参加してないの？呼ばれてないです。いやいや、呼ばれてないじゃない。それ自分から言うだろ。あとちょっとごめんなさい、一個いいですか？なんかみんなちゃんと軽く緊張するのやめて。違う違う。いや、もうあの今日俺呼ばれてるからあんま気にしなくていいよ。あー、よかった、うん、何？あ、寿司屋さん飲んでないから乾杯。じゃあ乾杯。あ、はい、乾杯。
坂本ってどういう認識なの、その確かに確かに割とさ、うん、3人は濃いファンの方なんだと思うけど、うん、坂本のことはどういう認識なの。え、なんかどっちかっていうとちゃんとおかしい人なのだよな、俺よりおかしい人の印象でしょ。えー、そう、ほんと天然だなっていう。あー、そういう印象だよ。怖いですね。な、何怖い。なんか、何考えてるのかわからない。うん、だろう。でも俺もう20年近く一緒だからわかんだけど、何も考えてないの。いや、本当に何も考えてないから怖いの。で、唯一考えてるとしたら、ここに目の前に映ってる人間全員俺の下だとしか思ってないから。いやいやいや、え、そんなことない、本当にそんなことはないよ。今、お前ら3人もこんなノリで来ちゃうヤバい人たちって思われてんだよ。あ、まあでも、あながち間違いない、まあ、間違ってないけどな。あながち間違いない。そこは確かに俺も同じ認識だけど。てか、すし三昧仕事何やってる。すし三昧は普通に会社員です、ね、会社員なのよ、あんなスマッチャしてんの。いや、俺意外と回数そんなしないんですよ。嘘。多分名前のインパクトで。名前のインパクトなのかな。多分まあ、ザライブとかで中指立てる。そう。で、あの時の内情言うと、もうこっちはテンパってるもんだから、あの別に正直あの流れでやってくれてんのも知ってんのに、あの中指にちゃんとムカつくんだよ。お前こっち今こんだけ緊張状態に中指立つくんだよ。そうなんだ。で、俺なんか流れで俺だけちゃんとキレられて、ちょっと思わず翌日スパチャで昨日悪かったなって。じゃあ3人の中で一番、あーちょっとこれまずいテンション入ってんなみたいな時とかあった、俺ら見てて。つい最近だと、あーいける、おとといの配信。最近里部さん3200円、ほいやさ黙れ。3時間前泣いてんだよこっち、知らないだろお前。それでも歯食いしばって配信やってるだけお前褒めろや。何笑ってんだ、てめえのせいだろ。おとといの配信はね、だから本当に嘘じゃなく夕方の時点で坂本にもう正直言いたくないけど、もう言っちゃうけど、なんか何をしたら俺のこと認めてくれんだって泣いたの。何したら感謝してくれるって言って泣いたの。ああ、めちゃくちゃ玄関でめちゃくちゃ泣いたの。っていう、ちょっと待てよ、なんだお前らその。ちゃんとヤバい人だなじゃねえよ。泣きますね。で、その後にその配信があったのよ。あのリンリンリンちゃんが、うん、すごい不安になってて、なんか、いやでもたまに歩くないってみんなで言ったんだけど。ああ、そういうことね。ニンニンニンが最近来たから、このなんか病んでる感に初めて見て、え、大丈夫なのかなってなったんだ。それをもともといるメンバーがよく歩くことよってなだめた。なんかよく歩くことじゃないみたいな、周りの認識としては。なんかちょこちょこあるよねみたいな。ああいうモード入った時って結構視聴者本当にいなくなるんだよね。いなくなるじゃん、見かけてたやつらも。で、そういう意味でいなくならないやつらはもうどういう意味で見てんの。もう俺の、俺は人生観察みたいなこと、エンタメじゃないじゃん、だってもう俺の成長記録を見てるイメージ。それこそちょっと否定されちゃうかもしれないですけど、やっぱ17とか、うん、そういうライバーとかの気持ちで応援してるっていう、うん、なるほどね。こう実際そのコンテンツ動画として楽しいかとかじゃなく、この頑張ってる様を応援してるって感じなんだ、はい、2人もそう。俺はなんか、あ、これ投げたいなっていうスパチャが思いついた時だけ投げるみたいな感じ、うん、全然ファンじゃねえ。タバコ吸ってもいいっすか。タバコ吸っていい。その方がむしろ、あの、はい、ラフに助かります。なんならもうオッシーがいいんだったら、もう、もういつまで撮った方がいい、これ。じゃあなんか最後に藤原にダメ出ししもらおうか。あー、そうする。ダメ出し、そうするじゃねえよ。ダメ出しと褒め、2つくれ。プラマイゼロにして、最初ダメ出しでその後褒めてくれ。こんな機会ないんだから直接物申してよ。じゃあ異常件からいく。はい、ダメ出しって言ったらあれですけど、うん、坂本さんをそんなに見なくてもいいんじゃないかなと。的確なアドバイスですか、もしかして。でも俺は答えを見つけろ。何も仕事しなくていいから、本当にいい人であれと。ただいい人でいてくれればいいよって言ってんのに、はいはいはい、一向に手つけないんだよね。だって高校時代のあだ名卑怯者だよ。いや本当に、いやそうなんだって、ボケとかじゃないんだって。岡島っていう野球部のやつがもう、いやあいつ卑怯者だって、あだ名卑怯者にしようってなったの。そうだから、まあでも一応ダメ出しとしては、そんな坂本を
いちいちこう目くじら立てずにもう好きにやらしといた方がいいんじゃないかってことだよね。話題に出さなくていいんじゃないかなって思ってます。おおおおおごめん、坂本へのダメ出しじゃないけど俺へのやつなんで完全坂本いらないっていう話じゃあ、ジグ姉さんは俺のダメ出し、ダメ出し好きすぎてダメって言えない。そんな好きなんだ。もうこのありのままが大好きなんで、うん、あ、じゃあブチギレウジャラっていうよりウジャラ新一の方が好き。大好きです。ああ、はいはいはい、ありがとうございます。これリアルに喜んで。じゃあダメ出しな、ダメ出しなしね。ダメ出しなしです。オッケー、はい、じゃあ褒めのターンで辻三昧、じゃあ最後褒め締めて。いや、なんかね、俺、でもやっぱなんかこう、知ってること多いなというか、知識量、やっぱ突っ込むとき知識必要じゃないですか。その知識量はすごいなとは思うですね。あ、まあ、意外なとこ知ってたりするでしょ。広くて、うん、なんか、あ、そこ返すんだっていうのとか、あと音声ばらびだとか、よくあの字面だけでいけたなっていうところとか。音声ばらびだ、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 何を歌わしてんだお前。お前 TikTok で怖い映像の BGM のやつやねんがたまについてる。音声ばらびだなのか、正しいリリックは。突発的によくこうそこと結びつくなっていうところすごいな。だから俺多分相手の意図汲み取る能力だけすごい高い。ついに自分で言い始めた。ちょっとこれ以上飲むと痛いとこ見せるな。そろそろ終わりにしていいか。じゃあじゃあ、まあ、まとめるとあれね、ブチギレウジャラ最高ってことね。まあまあまあ、そうっすね、まあ、まあまあはやめろ。お前だけまっすぐなファンやめろ。